超健太らしいです。さあ、みんな息してますかね？大丈夫かな？はい。まあ僕としては、ね、試合のキックオフの前のコイントスの時のジンベーニョだけが好きだったんですけども、本当に可愛かったんですよね。はい。で、今回は FC 琉球との、一戦となりまして、まあ天敵ですけど、そして、ナミヒロシ新監督の、初陣だったわけですね、松本山川の。で、前半の前半はまあギリオッケーだったんですけど、それ以降はもうほぼいいとこなく0対4で負けという感じになってしまいました。琉球強いっす。はい、こまちゃいない。ただし、琉球関係なく、まあ、プロとしてどうなのって思うところも結構あったんで、もうなんかね、あんまりね、こういうこと言わない方がいいのかもしんないですけど、まあ、僕も本当正直に言おうと、思いますので、何が、僕、ね、ここでもう切ってもらっても構わないんですが、ぜひ今何が起こってるのかっていうのを知れなければ、最後まで見てください。じゃあ、楽しんでいきましょう。どうぞ。はい、まず布陣を解説します。山川3-4-2-1で来ましたね。やっぱ驚きは山田真奈と、初スタメンかな。で、あと、前くんのセンターバックということで、まあ、ここに関しては、そのディフェンスのライン、ディフェンスの部分でリーダーシップ全然ないみたいなことを、ななみさんも言ってて、で、まあ、徐々にね、星くんが変わり始めてる感じはしますけども、まあ、そこをちょっとまた補填した感じになるのかもしれないですね。で、対して琉球は4-2-3-1、まあ、もしくは4-4-2みたいな感じ、だったんですが、やっぱその、J リーグで、まあ、一番僕はサイドバックを使うのが上手いチームなんじゃないかなと思ってます。そう、すごくシンプルなんですけど、めちゃめちゃ効果的な攻撃をしていますよね。そう、攻撃の時にはサイドハーフを中に、入れて、サイドバック両方とも上がっちゃうんですよね。そう、これボール取られたらやばいんですけど、ただこれによって、相手の、攻撃に出てるサイドのアタッカーの選手を下げるという効果もあるわけで、まあそれによってこう、いい効果もたくさんあるわけでね。うん、それって、なんていうかな、ほんとやるかやられるか的な感じの、その、ハイリスク、ハイリターンな感じの、サッカーやってるわけです。はい。で、まあこんな感じで難しい相手なわけですよ。本当になんていうかな、初戦としてはね、ななみさんの初戦としては。で、どう戦うのかなってことだったんですけども、まず最初守備はすごく良かったと思います。入りの部分では。まあハイプレスしようとはしてましたよね。相手のサイドバックに対して、まあ、シャドウが出るときよりは、ウィングバックが出るときがかなり多かったんじゃないかなと、思ってて、山川としては。で、これによって、その、中のね、無理やり出てきた縦パスっていうものを、まあ、中へのパスっていうものを狙おうとしているのは、意図は見えたし、で、そこも最初はスライドをうまくやってて、頑張ってたんじゃないかなと思うんで、まあ、そこはこう、最初はすごく良かったんじゃないかなと。で、攻撃に関しては、まあまあ、ね、戦術がないと、ななみさんの攻撃の戦術は基本的にないですよと、結構言われてますけど、僕は一個見えたのが、9分57秒のシーン。はい、河合選手がボールを持っています。まあ、降りてきてここでボール受けて捌くの上手いですよね、から、相変わらず。やっぱ彼が、まあ、監督変わっても、攻撃のキーマンであり続けるんだろうなと思います。で、ここで、河合選手が降りてきてるんで、ボランチの富所選手がね、琉球のね、出てきてるんで、残り真ん中1枚しかないんですよ、ボランチ。で、その空いたスペースに浜崎が、流れている、浜崎さん。で、浜崎さんにパス。で、浜崎さんはこれクイックするわけです。ちょっと後ろに反らすわけですね。で、ボランチが1枚しか残っていないので、この間、ボランチの脇が開くわけで、そこに表原くんが入り込む。そうで、表原くんが前を向くって感じなんですけど、で、これなぜできるかと言いますと、ウィングバックを勇気持って上げてるからとも言えますよね。そう、ここにいるじゃないですか。ギリギリのところ映ってますけど、そう、こういう風にすると、サイドバックとしては、琉球のサイドバックとしては、あ、やべ、この選手見なきゃいけないな、富山見なきゃいけないなって感じになるんで、この、脇が開きやすくなるわけですね。なんでこれはすごく、ななみ監督の攻撃としてうまくいったパターンなんじゃないかなと思ったんで、ここに挙げておきます。はい。これが前半の、良かった部分なんですけど、この試合の良かった部分なんですけど、やっぱ気温がね、29.7 度もあったと、夜なのに。で、湿度も 66% あったみたいな話があって、まあもちろんコンディションとしてきつかったのは間違いない。ただし、僕はこれを言い訳にするべきじゃないと思いますし、言い訳にするの違うんじゃないかなと思うんですよ。なぜなら、ずっと前からね、ほんと、なんだろう。去年の本当、柴田監督になって変わってからとか、まあ、柴田監督になる前ですよね。野監督の時代からずっと出ていたものが、出てたからなんですよ、この試合にも。まあ、明らかに組織戦術、個人戦術の部分の問題が、やっぱここの試合もあったわけです。で、これに関しては気持ちとかじゃないんですよね。結構、柴田監督の末期の時でも、気持ちが足りないだとか言う人結構いたじゃないですか。そう。まあ、僕はその時からずっと、いや、そういう問題じゃないだろって話はしてたんですけど、そうそう。で、今回は特にね、個人戦術の部分がかなり出ちゃったな、思ってまして。もちろんボランチ2枚もね、かなり怪しかったんですよ。スライド部分だ
ったりとかかなり難しかったんですけど、やっぱりこの日は3枚のセンターバックの部分だと思います。まあはっきり言ってね、全く成長しない。コミュニケーション取れとかさ、勉強しろとか言われてるはずなんですけど、そこのに対する反応がまあほぼ見られてないというか、まあ星君はようやく変わり始めたなとは思います。ただまあなんだろうな、まあなかなか言いづらい。俺はね、選手個人を責めたくはないんですよ、正直基本的に。技術的な部分も仕方ないと思ってます。まあ選手の能力の部分なんで、なかなか難しいのはわかる。この間の栃木戦以外はね、栃木戦のさ、栃木の選手僕責めてましたけど、それで結構炎上したりはしましたが、まあやっぱちょっと責めなきゃいけないというか、もう気づいてほしいのが、もう時田くん。時田くんはね、ちょっとプロとしてどうなのかなと思うところたくさんあって、まあもちろん才能すごいんですよ、彼、本当に。身体能力の部分だったりとか、技術の部分、本当申し分ないと思うんですよね。まあこの日もシュートとか、すごいの放ってましたよ。軽く打ってスピード飛んでいくわけなんで、やっぱ素晴らしいもん持ってるわけです。パスとかも素晴らしくうまい。でも、同じミスをずっと繰り返していますよね、彼は。育成年代じゃあるまいし、まあ、いい加減やめてほしいんですけど、まあ、もちろん琉球は琉球ですごいんですよ。なんですけど、琉球が相手じゃなくてもやってるんですよね。そう、これね、監督の責任なのかなって、思ってて、俺、本当に監督の責任じゃ多分ないと思うんですよね。でも、もちろん、時田くんとか星くんだけじゃなくて、他の選手もまあ、ぶっちゃけ同じようなことは、言いたくはなる。で、何がやばかったのかってことに関しては、13分28秒。これが、まあ一番わかりやすいのかなとは思います。まあ失点の場面ね、取り上げてもよかったんですけど、まあそれはまあツイッターで解説します。時々今ここにいて、まあ右サイドに展開されますね。琉球が、左から右に攻めています。で、山が今守ってる状況なんですけど、まあ左サイド、山側の左サイドに展開される。で、この時に時田くんここにいて、で、中走る選手がいますと。で、これを、河合選手かな、河合選手がついていくのかどうなのかみたいな話になってる。で、河合選手は最初ついていくことをするんですけど、時田くんは、あ、間に合わないなと思って、この選手に行こうとするんですけど、ただそうすると、時田くんが、この背中で消してた、このマークするべき選手、この選手空いちゃいますよね。で、時田くん、なんかこう、手でこう、こいつについてくれみたいなこと言ってるんですけど、これ1個遅いんですよ。0.5 秒ぐらい遅くて、なんだろう、事前にさ、こう、首振って、この選手どういう風な動きしてるのかなっていうのを、まあ、気づくことができるはずなんですけど、それがやっぱ彼は、遅いし、で、星くんがこう、間に合ってないのに開けちゃうんで、これもしここ出てたらね、そう、完全にこの選手ドフリーなんで、うん、で、危なかったんですよね。ただ出なくてよかったわけです。で、こういったシーンが、まあ、この後もずっと続いていました。これだけじゃないですね。で、こっから左サイドに展開されるんですけど、これ右サイドじゃあどうなのって話で、今のは左サイドの話。山川の左センターバックと左の、守備の話。で、次、右、マイクんですよね。で、マイクんはマイクんで、彼はね、集中力がすごく高いですし、頭すごく回ってる感じはするんですよね。抜け出された時に、こう、置いてくる選手に対して、こう、ついていこうとしてます。はい。なんですけど、こっから先、まあ、右から、琉球が左に回してますよね。山川は右に守ってます。で、サイドバックに対してはウィングバック、富山くんが出ます。で、この時に、さっき、マイクがマークしたこの選手を、マイクが次、剥がしてしまうというか、マークを外してしまうわけです。で、多分ボランチに受け渡そうとしたんでしょうね。なんですけど、ボランチの浜崎選手はこれ間に合ってないです。なんで、ここはどういう風な守備しようとしてんのかっていう感じ。で、この次に、まあ、真ん中の選手、やべ、浜崎全然行ってねえじゃって、マイク君気づいて、出るんですけど、ちょっと時すでに落とし、で、ワンツー食らうって感じで、マイク君が出たスペース空いてますから、ここ使われるって感じだったわけです。だから、こう、個人戦術と組織としての戦術っていうのが、全くこう、うまくいってないのが、まあ、この試合出てたわけなんですよ。で、これね、組織の部分は、まあ、ある程度監督の責任にはなるんですけど、個人の部分での、に関しては、これ絶対言われてるはずなんで、だって僕みたいな C 級指導者ですら気づくわけですし、S 級の持ってる人たちが気づかないわけないですし、絶対伝えてるはずです。で、もし選手だとしても、俺がもし選手だとしても、あれ、このシーンちょっと、どうだったのかなと思って、試合もう一回見直すし、この試合見直して、ああ、これやっぱどう思ってんだろうみたいな感じで、じゃあ俺この時どうすればいいですか監督みたいな感じで絶対聞きに行くはずですよね。で、それやってないのかもしれないし、やったのかもわかんないけど、やったとして治ってないんだったら完全に頭回ってない。試合中に。で、やってないんだったらそれプロ以前の問題なんで、そこはちょっと直すべきなんじゃないかなと思いました。まあ監督が言えることとすればね、まあもちろんあるわけで、
あのボランチの2枚ですよね、とにかく。まあ、片方出たのに、片方が周辺を警戒できてなくて、ボールを拾えないだったりとか。まあ、これかなりあったし、まあ、それをサポートするための3センターバックなんですけど、その3枚がね、後ろに残ってるシーンが多くて、あの、この日は。間で受ける選手に対してはセンターバック出ろよって言えばいいんですけど、まあ、多分出ても、ね、なんだろう。まあ、ほんと、こんだけ言ってもできないのかよってなってんのかもしれないですよね。もしかしたらね。ななみさんとしてはね。そう。で、時田くんに引っ張られて、欲しくも徐々にこう、集中力なくしちゃって、なかなかこう出られなくなって、ただいるだけの3センターバックになっちゃって。で、なんかこう、一番声出てたのがななみさんだった、みたいな話もありますし、まあ、ついで村山さんみたいな話もあったので、そう。まあ、これはね、ちょっと有識問題ですよね。だから監督の問題じゃないっすよ。これ選手の問題です。でもほんとこの試合はこれそれだけって感じでした。0対2で、あの後半に入ってから、下川くんに変えてパウロ入れた。ですけど、やっぱ最初の12分間で2失点してしまった。まあ、ハイプレス行く時は行くんですけど、ボランチが一緒についてこないとか。あとは後半スタートだしね、これはやっぱな、やらないのかやるのかどっちかはっきりするべきだったんですけど、全くバラバラだったと思うし、で、これ見て55分に3枚替えして、国友、表原、山田などに変えて、宮部、豊島、坂野入れたんですけど、大事な部分で引き締めなきゃいけないんですけど、直後に4失点目。で、これはもうツイッターで解説します。宮部くん出たんですけど、全く同じことやってて。うん、で、ひどいですよね。全く変わってない。で、そっから先はもうほぼいいとこゼロで、まあ、ウィングバック個人で何とかしてください、突破してください、クロス上げてください、みたいな感じのシーンが何とか、何度かあったんですけど、まあ、ほんとそれだけって感じでした。で、まあ、試合後の監督のコメントというか、まあ、信濃毎日新聞の記事で、まあ、七海監督は大きな収穫が2つもあったと、2つあったという、おっしゃっていた。まず一つ目、何なのかなって考えたときに、まずマナト君だろうなと、今田マナト。もちろん失点につながるミスは起こしてしまいました。わかりやすかったですよね、二つ。起こしてしまった。ただ、あれってやっぱ受け手側の問題なのかもしれないなとは、思うし、まあ、ただ受け手側のミス、ね、受け手側のポジショニングのミスだとは思えないぐらい彼もちょっと集中力なかったなとは思ってはいるんですけど、そうそう、まあ、プロなんでそこは仕方ない。批判されても。まあ、でもね、やっぱその彼は彼でチャレンジしようとしてるのはすごく見えた。選択肢を前に持つのがすごく彼はできてたっていうのを七海監督おっしゃってて、まあ、確かにその、いう不審かなりあったし、スルーパスからね、チャンス繋がったシーンも結構あったんで、まあ、マナト君はマナト君でこの試合を糧に頑張るべきだと思います。判断、ほんと頑張ってほしい。期待してます。で、二つ目に関しては、まあ、正直僕何なんだろうなって、僕はちょっと見てて分かんなかったんで、ぜひ分かった方教えていただければなと思います。下の方でコメントください。まあ、こんな感じでこの試合は残念ながら0対4で終わってしまいましたが、まあ、もともとね、攻撃を作れない監督だっていうのは、まあ、みんな分かってたし、ご自身でも言ってたんで、そう、これを2年でどれだけね、監督やってなかった期間が2年あったわけなんですから、そこでどれだけこう、アップデートできていくか、彼自身も学んでいるはずなので、そうそう。で、あとはこれにフロントがどういう風に対応するかだと思いますから、もう少しね、七海監督には時間が必要なのかなと思います。ほんと、七海監督、ほんとこんなね、厳しい状況ですけど、ほんと頑張ってください。ほんと応援してます。以上、今回はご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、本当に僕はもう本当今回は言いたいこと言ったんで、批判もたくさんあると思いますけど、まあ、お前何言ってんだよっていうのがあったら、ぜひね、下のコメント欄とか、ツイッターとかで、議論しましょう。それが、やっぱこのクラブのためになると、僕は思ってます。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャオバイバイ。本当頑張りましょう。